はい、欧州間作文対策、今日も基礎についてお話したいと思います。基礎中の基礎、原稿用紙の使い方に従って書くということが大事なポイントとなります。原稿用紙の使い方に従って書かなければかなりの減点となりますので、基本事項をしっかりと覚えてください。まず欧州間の作文ですと、タイトルとか名前を書く必要はありません。1行目から書き出しますので、1行目は一マス開ける、段落をつけるという意味で一マス開けてから書き始めてください。それで大事な部分は鍵括弧の使い方ですね。鍵括弧というのは、セリフですね、登場人物のセリフを書くところなんですが、鍵括弧で例えば丸をつける場合はでしたと書いて、一マスの中に鍵括弧と丸をつける、これを絶対忘れないでください。そしてこの丸の部分が、次の例えば行に行った場合にここに丸が来るということは絶対ありえませんので、もし丸が最後につく場合は一番下に同じマスに入れるということ、それから次から書き出すということをポイントとしてください。それで鍵括弧の部分がは開業ですね、話鍵括弧が入りましたら開業して次に移して、また鍵括弧が終わってから次の行から書き始める、これを忘れないようにしてください。それとですね、点丸も文字数の一部となりますので大切な使いになります。文章を書くときの読み手に優しい点や丸の使い方、読み手が分かりやすい句読点の使い方というのを心がけて書いてみてください。これが基本となります。じゃあ頑張ってください。